ムエタイは格闘技の一種で、発祥地、タイでは国技に指定されている。ムエタイの選手は、ナックモエという、両手、両肘、両足、両膝の八箇所を用いて、相手と戦う。タイ語での発音的には、無愛イ,イの方が近いが、日本では英語での発音に近い、ムエタイ、ムエタ隊の発音、表記で定着している。直訳すると、 無愛はクメール語で1を起源とし、1対1の格闘のことであるためのことを、無愛プーランという、体式の戦いとなる。もともとは戦争の絶えない時代に、他国の侵攻に対抗するための古式無タイだった。ヨーロッパに知られタイボクシングと呼ばれることが多い。一方で、タイでは一般的なボクシングを国際式と呼ぶ。日本では、タイ式キックボクシング。 体式ボクシングとも呼ばれることがあるが、キックボクシングは空手、ムエタイ、ボクシング等をもとに、日本で作られたものであり、順序として逆である。1960年代、当時東日本ボクシング協会理事で、JBC 日本ボクシングコミッションから、クラブオーナー及びプロモーター両ライセンス発給を受けた、野口治は、ムエタイの魅力に着目し、ボクシング界を去った後に新競技、 キックボクシングを創設し、片山流から手の猛者、白羽秀樹をスカウトし、沢村氏のリングネームを命名し、日本に一躍ブームをもたらした。しかしキックボクシングの名称は、大国民、万国市民の反感を買い、万国のジムに銃弾が打ち込まれたという。以来、多くの団体が乱立する日本のキック業界、関係者はタイを、創始国として敬意を払っている。 タイの地元の小学生がムエタ隊を披露タイの地方では一般的なスポーツで子供が習う光景もかなり見受けられる。また祭りなどの際に人集めの催し物として行われることが多い。年齢、体格が似た者同士が相手として選ばれる傾向がある。国技である上、試合は賭けの対象でもあるため八尾町に対しては非常に厳しい。八尾町試合が発覚すれば、 当事者は、大国内法により罰せられる。実際に八尾町を疑われる試合では、観客からのブーイングにより試合が成立しないことも、ある。村の試合では、時に、日本の相撲の花相撲的に演出が加えられた、試合が行われることもある。無タイの大国内での社会的ステータスは、必ずしも、高くない。これは、競技が、賭博の対象とされており、 貧困層のスポーツとみなされているためである。タイでは子供たちはしばしばムエタイの練習を始め、5歳からリングで演奏します。実際にバンコクの二大伝道ではスポーツとしてではなくか家計の対象として観戦している。観衆が大半を占める。そのため、富裕層は日本の親が礼儀を学ばせるために指定に武道を学ばせるようにはムエタイを学ぶことは滅多にない。 しかし、富裕層が海外留学した際、タイ出身と自己紹介すると、大抵、ムエタイ経験を問われ、タイの文化として海外では高く評価されている事実に驚き、帰国した際にムエタイを学ぶ学生も多い。男性中心の競技で女性のプロ選手は稀だが、地方の人集めの試合なら、女子児童、生徒の参加も比較的認められる。村大高。 学校対抗の試合は頻繁に行われ、賭けが少ないため、八王朝が比較的少ない。さらに、国境の街などでも、他国との親善試合がよく行われる。ワイクルーを踊る選手。試合前の祈りなク萌えは、試合開始前にワイクルーと呼ばれる行為をする。より正確には、ワイクルーラムムアイであり、ワイクルーは、 自分の死と両親に感謝を捧げ、神に勝利を願う意味があり、ラムムアイは戦いの前の前のことで闘争心を高める効果があるとされる。また野外で戦っていた頃に踊りながら地面のコンディションを確かめた。縦笛や太鼓、鐘の演奏の民族音楽の演奏で踊る。この演奏は試合中もずっと続き、会場を独特の雰囲気に包む。エタイはよく、 立ち技世界最強と称される格闘技である。しかし、ボクシングのような打ち合いはあまり期待できない。無タイの試合は5ラウンドあるが1、2ラウンドは様子見に終始する。これはかける客がその様子を見て、選手の調子を判断しどちらにかけるか決めるという意味合いもある。そしてそれ以降のラウンドは延々と首相撲の攻防が繰り返される試合がほとんどであるから、 派手な殴り合いを期待をして観戦すると、首相撲が頻繁に行われる慣れ合いの試合に見えることがある。しかし、首相撲の攻防には高度な技術的駆け引きが行われており、レベルが高くなればなるほど、まずまともに攻撃を喰らうことはない。その上、タイ人は基本的に小柄であるため、ボクシングの重量級などで見られるような試合での子は、ほとんどなく、判定にも連れ込む。 判定試合がほとんどであるにもかかわらず、会場に熱気があるのは、工業が賭けによって成り立ち、また、クリンチと見間違えてしまう首相撲が、実は、高い技術のぶつかり合いだからである。ビルマ軍と戦うための南部の州からの軍隊のための、バンカング訓練キャンプ。インドの格闘技のカラリパヤットが伝わって形成された、ことから、伝説では、ラーマーヤナのラーマ王子を失祖としている。 しかしながら、古式エタイがいつ起こったものかは、はっきりしていない。一説では、タイの関わった戦争や、白兵戦の中で、各民族の戦闘術と関わりながら、徐々に発展していったスデスア氏の格闘の技術が、古式エタイの原型になっているようである。シャムが、ミャンマーの俗領とされていた1584年頃、アユタヤー王朝のナレースワンダヨーが、 ミャンマーのタウング王朝との戦争に勝って独立を回復した。この独立戦争時に古式武衛隊が大きな役割を果たしたとチューバサートは記している。これが事実なら少なくとも400年以上の歴史があることになる。ナーイカノム、トムの伝説ナーイカノム、トムの造船766年、ミャンマーのコンバウン王朝、シンビューシン王が、 アユタヤ王朝の首都アユタヤを陥落させた。この時、伝説的な古式ムエタイの戦士ナイカノムトムは、ミャンマー軍との戦いで囚人となり、ウングワ王の格闘技を見せる奴隷となるも過酷な、格闘に生き延び、ミャンマー憲法家十二人を打ち負かして、自由の身になって、シャムへ帰ったという。ラーマゴの治世中の古式ムエタイ隊を近代化させた、名君として名高いラーマゴ世は、 ムエタイの価値を認めて、進行に力を入れ、積極的にトーナメントを開催させた。また、体育教師の訓練学校や、軍の士官学校のカリキュラムに、ムエタイが取り入れられた。そして、ラーマ6世治世下の1921年には、タイで最初の常設スタジアムが完成した。当時の選手は手に、木綿フを巻いているだけだったが、次のラーマ7世の治世下では、 選手の死亡事故が起きたことを受け、1929年にグローブの着用が義務付けられるようになった。さらにこの時期、公式ルールやレフリーも導入された。こうしてムエタイはスポーツとして体系化されていった。また、1920年代にムエタイという名称が広く使われるようになった。1941年、ラジャダムナンスタジアムが建設された。はじめは、 野外競技場だったが、屋根は後に増築された。1956年、ルンピニースタジアムが建設された。1962年、ランシットスタジアムが建設された。1990年代以末には、これまでリングに上がることを許されなかった女性に、無タイを行うことが認められ、少しずつ女子無タイが行われるようになっている。また、ボクシングに対する、 アマチュアボクシングにあたる存在としてアマチュアムエタイも行われるようになった。これらはムエタイのオリンピック種目化を目指すタイの国策だと言われている。またムエタイの国際化の影響として近年には本場タイで修行し活躍する外国人選手も目立ってきた。また過去には日本人、フランス人、ブラジル人、ベルギー人らが本場タイの王座を獲得した。 チャンピオンベルトに囲まれるソムバットバンチャー名、選手最近は日本の K1 やキックボクシング工業に参戦する対人選手も増えてきた。日本でも2004年4月に世界ムエタイ連盟認定 WMF ジャパンが正式に発足。元来、アマチュアのムエタイには2つの団体、国際アマチュアムエタイ連盟と国際ムエタイ連盟が存在していたが、 そのため3カ国90数カ国という大組織にも関わらず様々な混乱が生まれていた。ムエタイのオリンピックの種目化を目指し統合され、世界ムエタイ連盟が発足した。チャトリシットヨートン、チャトリシティアトング。ワンチャンピオンシップの創設者、会長、CEO として知られる、大出身の起業家であり、武道家。ワンチャンピオンシップは、 歴史上アジア最大の世界的なスポーツメディアプロパティであり、27億人の潜在視聴者を150カ国以上に有しています。総合格闘技、ムエタイサブミッショングラップリングなど全ての格闘技を、網羅。世界ムエタイ連盟の定めるところによれば、試合は2分3ラウンド制である。勝敗は、小股はポイント加点形式で争われる。 選手の攻撃をジャッジが有効と判断した場合、コンピューター処理のボタンを押し、ジャッジ5名のうち3名がボタンを押せば、1ポイントが加算される。タイで普段行われる、プロのムエタイ同様、パンチよりもミドルキックハイキック膝蹴り肘打ちの方が重視される。試合形式はラウンド制。1ラウンドを3分間とし、ラウンド間に2分間のインターバルを置く。 通常5ラウンドを行う。ムエタイの技の特色として、前述の通り首相撲の存在があり、首相撲を押した状態からの肘打ちや膝蹴りなども認められている。また、ムエタイの回し蹴りは、空手などと異なり、腰を回転させてその勢いで放つ。体重を乗せた、いわゆる重い蹴りを良しとするため、スナップを効かせることは推奨されない。また、打撃の格闘技では、 反則とされることが多い肘での攻撃が、わざと、ルールとして認められているのも、大きな特徴である。ムエタイの上段蹴りムエタイの中段蹴りムエタイの、下段蹴りボクシングトランクスグローブアマチュアムエタイの、選手は、試合時に、キックボクシング用のパンツを履き、ヘッドギア、肘サポーター、ボクシンググローブ、スネサポーター、そして、プロテクターボディを身につけなくてはならない。選手は、 ムエタイ用のトランクスを履きグローブをつけて試合を行う。女子選手は上着を着る。基本的に派手なものが多い。あるいは企業のコマーシャルの入ったものもある。また、負傷防止のためマウスピースとファウルカップを着用する。ボクシングシューズは履かず、裸しかサポーターをつけ、頭にモンコンと呼ばれる戦いのお守りであるヘッドリングをつける。 リングに上がる前に会長かトレーナーにかぶせてもらい、ワイクーが終わって試合直前に会長もしくはトレーナーに外してもらう。モンコンの色は選手のレベルによって変わり、初心者は白、最高位はピンク色である。モンコンはグローブを着用している選手自身は外せない、ため助手によって外すことになるが、その際申請とされる頭部に触れるため頭部に向かって合唱を行う。 腕につけている縄のようなものはお守りでパープラチアットと呼ばれ通常はお寺で僧侶に編んでもらうパープラチアットもコンと同じように選手のレベルによって色が定められているプロは世界無タイ評議会が全19階級を規定しているアマチュアは世界無タイ連盟が全21階級を規定しているルンピニーやラジャダムナンでは 重い階級の選手がいないためミドル級までの規定。世界タ体連盟の定める勝敗の消し方は以下の通り。プロの勝敗の消し方は以下の通り。基本的にプロと同じルールで加点方式である。各ラウンドの相当たる取得ポイントで判定する。ジャッジの祭典においてキックボクシングと大きく異なるのは 膝蹴りや蹴りの評価が高いことである。逆にパンチや肘打ちはほとんど評価されない。最も評価が高いのは、首相撲からの膝蹴りである。相手の蹴り足を自分のすねを上げて防御し、その足でそのまま相手を蹴るような攻撃や、ハイキックなど見た目も美しく、相手に当てることが困難な攻撃は、評価が高くなる。同様の理由で、 相手の足を狙うローキックは容易な攻撃であるとみなされているので評価が低い。キックは相手の腕に防御されても評価の対象となる。これはキックを腕で受けた場合はガードしたとみなされず腕を蹴られたとみなされるからである。実際にパンチが得意な選手を封じるために腕を狙って蹴るということは戦略の初歩として行われており稀にではあるが、 腕の骨を蹴り寄られて勝敗が決することもある。無タイで高く評価される攻撃方法に首相撲がある。これは相手の首を両手で捕まえて胴体に膝蹴りを叩き込んだり、投げ捨ててしまうような攻撃で相手を完全にコントロールしている。相手に何もさせないでいるという意味から高く評価される。ただし無タイにおいても投げ行為、具体的には足を絡めても投げは禁止とされている。 したがって腕の力と体重移動とタイミングのみで投げを打つということになり、たやすい所作ではない。それがゆえに目の肥えた観客は首相撲を見ることを好み、タイのスタジアムでは試合中に最も盛り上がる瞬間となる。また表情も採点の対象にされており、苦しい状況でも笑顔を絶やさないようにしている選手もいる。逆に苦しい表情を見せることはまずない。 これは、マイナス評価を受ける他に、八オチを疑われる可能性があるからである。ラジャダムナンスタジアムルンピニースタジアム隊では、試合の行われるスタジアムごとに、ランキングやタイトルが存在する。その中でも特に、ラジャダムナンスタジアム、ルンピニースタジアムの、両スタジアムのタイトルが権威があるとされている。また、近年では、大国プロムエ大協会の認定する。 大国ナショナルタイトルが重視される傾向にある。しかし、これらの王座は、ミドル領級以上のランキングの制定や、王座の認定を行っていないため、重量級の選手は王座に挑戦することができない。これは、こうした王座は、大国内の王座であり、その大国内において、7 0ラムを超える重量級の大人、無得体選手が、ほとんどいないからである。 その他の世界王座については、1995年に設立された世界ムエタイ評議会や2004年に設立された世界プロムエタイ連盟等がタイに本部がある。特に WMC に関しては、大国スポーツ局の認定を受けており、現存するムエタイの世界王座としては高い価値がある。しかし、両者ともにまだ歴史が浅い。2005年には、 プロボクシングの王座認定団体である世界ボクシング協議会が大国の関係者の要請を受け、ムエタイの王座を認定する WBC ムエタイを設立。しかし、2008年に大国プロムエタイ協会の総裁のソムチャーとジャルン・ワチャラウィットが WBC ムエタイを個人タイトルと呼び、その権威が大国政府によって保障されていないことを暴露した。また、 世界キックボクシング協会や国際競技空手協会といった元来プロ空手やキックボクシングの団体でありながら無栄隊の王座を設けているところがある。これは複数の種類の王座を認定することで団体の主な収入源である認定量を稼ぐことが目的である。日本の国内王座としては WPM 界日本王座と WBC 無栄隊。 日本統一王座が存在する。サーマートパヤクワルン前述したように、無タイは、賭けの対象となるので、八オチは現金である。だが最近では八オチが発覚し、選手、プロモーターが追放されるケースがある。もっとも、八オチ自体は、以前からあったとは思われるが、生活費を賭け、目の肥えた観客は、疑わしきは、選手、試合問わず、 バス制用の方針で厳しく追求してくる。裏を返せば、ムエタイに限らず賭けの対象になる競技で800兆を、すると莫大な利益が生まれるという見本でもある。ボクシング王者を体制排出している、大国だが、国際式の前にムエタイを経験しているケースが、以前はほとんどであったが、近年は、最初から、国際式のみのキャリアの選手も増えている。エタイから、 国際式への転向で目立つのは、3戦目で世界王者になったセンサク・ムアンスリン、4戦目で世界王者になったウィラポン・ナコンルアンプロモーションを、筆頭に、ムエタイの下地の強さを活かして、短期間で世界王者になる選手が多いことである。サーマート・パヤクアルンのように、ムエタイと国際式を掛け持ちする選手もいる。また、国際式とムエタイが、 同じ工業で行われることも多い。ムエタイから国際式に転向する長所は国際式国内王者レベルだとムエタイの方がファイトマネーは高いが世界王者になると国際式の方が格段に稼げる点が大きい。ナックモへの体格、階級から見るとラスベガスでの大工業が行われるアメリカに呼ばれるケースは少なく日本での世界戦が現実的で稼げる場所と言える。 また、体格の点で転向するケースもあり、カオサイ・ギャラクシーはパンチが強く、足が短いので、国際式に進められたと語っている。また、転向が裏目に出るケースもある。首相撲からの膝蹴りで、ムエタイでは飛び抜けた存在であったディーゼルのい、チョータナスカンは、ムエタイでは強すぎて、賭けが成立しなくなってしまい、仕方なく国際式に転向したが、パンチは、 不得意で戦歴はかんばしくなかった。タイの田舎の貧困から抜け出すには、男は、無栄隊選手、女は勝負になるしかないというのが、昔のタイの姿であった。だが近代化が進み、日本よりも、大卒の価値が高いタイでは、特に男子を、無理してでも大卒にして高級取りを狙うケースが増えて、おり、無栄隊に良い人材が流れない傾向がある。ただ、 ガオラン・カウイチットのようなムエタイで学費を稼ぐケースもないわけではない。一方で女子ムエタイも盛んに行われるようになった。二大聖地では試合は愚か女性がリングに上がることすら許されないが他の競技会場ではほとんどが女子の試合が可能となっており、中でもランシットスタジアムでは1990年代より開かれている。中にはアリー選手のように 美少女剣士として名を挙げ、アイドルになる例もある。ムエタイ選手は賭けの対象となるため、選手というよりは競争場のような扱いに近く、憧れや尊敬の対象にはなりづらい。K1 マックス優勝者、ブアカオポー、プラムックが日本で若い女性に声をかけられて驚いた。タイでは考えられないことだと発言していたのも、 タイでのムエタイ選手の扱いがどれだけ低いものであるかを裏付けている。コンペティションステージ、タイファイト2012-2000年代に入って以降、経済成長が著しいタイでは、もともとは、賭けの対象で貧困層のスポーツとみなされていたムエタイから、一般層が離れている傾向がある。そこで、国技であるムエタイの流星を目指すため、タイ政府も協力し、より広い層に、 エンターテインメントとして楽しめる競技を国を挙げて、目指して、タイファイトは発足された。大会の様子は、タイのテレビ局である3チャンネルで生中継され、トーナメントの優勝者には、賞金200万バーツとスポンサーであるイスズのピックアップトラック1台が与えられる。2011年には日本を含む、世界5カ国で大規模な工業を実施する予定である、試合には、タイ人だけでなく、 世界中のナック萌えが出場している。通常のムエタイは3分5ラウンド制だが、タイファイトでは3分3ラウンド制を採用。そのため、通常のムエタイよりもパンチの打ち合いなども多く、試合がアグレッシブなものとなっている。タイファイトのプロモーターである赤ポン・アンマニーは、タイファイトでは、タイファイトのスタイルで試合をすべきであり、通常のムエタイスタイルの試合は嫌いだ。そういう試合をする選手は、 試合後に呼び出して注意するという胸の発言を日本のメディアのインタビューでしている。その他のキックボクシングの団体も、ムエタイの王座を認定しているところもある。それらについては、下記の一覧表を参照。内はムエタイを格闘スタイルとするキャラクター。エビームエタイ、ザ・アート・オブ・ファイティング・ハット・ムエタイ、ザ・アート・オブ・ファイティング・ハット・ギャリソン・ウェールズ、ムエタイ。 キックボクシング・ボンバット・ラーナーパブグループ2012ピアニッシモ13ロバートヒルワールド・オブ・マーシャル・アーツルルドット・コム2016エイジ・ウェイト・ディビジアンス・アンド・ウェイ・インワールド・マイ・ザイ・カウンシル2020年4月3日ムエタイ世界16カ国が参加したビッグトーナメントで日本の宮古氏が MVP 獲得 格闘技ウェブマガジン GBR2010 年8月29日、ムエタイ、タイの副首相も、出席、首相官邸で、記者会見。世界5カ国で、タイファイト開催格闘技ウェブマガジン GBR2011 年4月5日、イサミ公式カタログマガジンガッツ2ファイト2012、オータムボリューム 18p33。ありがとうございます。